信号70、閉じ名店時刻よし、半壊よし、といってもいろいろあるけど、どれに乗りたいの？いろいろって？新幹線ってそんなに種類があるの？もうこれだもん。新幹線といえばのぞみでしょ、光にこだま、それからなんだ偉そうなこと言って、ドラえもんもよく知らないんじゃない。いやちょっと思い出せなくて。あ、そうだ、いいものがある。おまかせプロジェクター、かんちゃん。なにこれ？全自動の映写ロボットだよ。乗り物のことなら全部のデータがインプットされてるんだ。よろしく。あ、ロボットが喋った。ロボットが喋ったらおかしい。いやいや、そんなことはないけど。のび太くん、かんちゃんはね、最新型のコンピュータロボットだから何でもできるんだ。へえ、それじゃドラえもんより優秀なんだ。まあね。もう。は何を知りたいの？あ、そうそう、のび太くんにいろいろな新幹線や特急電車を見せてあげてよ。よろしくお願いします。任せなさい。くるっとな。わあ、新幹線だ。これは東海道山陽新幹線だよ。さあのび太くん、しっかり見て覚えようね。あん、みんなも一緒にね。ねえドラえもん、どこへ行けば新幹線がたくさん見られるの？そうだな、やっぱり駅に行くのが一番いいと思うよ。そう、じゃあこれから駅に行ってみようよ。うん、いいよ。わあ、大きな駅だね。うん、この東京駅は日本で一番たくさんの種類の列車が見られる駅なんだ。新幹線がいっぱいだ。緑色の新幹線が来た。あ、こっちは青い新幹線だ。ねえねえドラえもん、新幹線って何種類あるのかな。うん、車掌さんに聞いてみようか。車掌さん、新幹線は何種類あるか教えてください。新幹線はね、7種類あるんだよ。あの新幹線は何て言うんですか？あの新幹線はね、のぞみ号といってね、東京からね、九州の博多まで走ってるんだよ。車掌さん、どうもありがとう。あ、のぞみが走り出した。のび太くん、のぞみと一緒に他の新幹線も見てみよう。あ、うわ、すごい、速そう。外の景色がビュンビュン変わってく。あ、橋の向こうに富士山が見えるよ。のぞみは今静岡県の富士川を渡ってるんだよ。それではのぞみの仲間、東海道山陽新幹線を紹介しましょう。先が
こだまだよ。ゼロ系といって最初に走った新幹線なんだ。これが百系の光。百系は先が尖ってるんだよ。ああ、のぞみだ。のぞみは300系って言うんだ。東海道、山陽新幹線は白い車体に青い帯が目印なんだよ。今度は東北、上越、山形新幹線を紹介しよう。緑色の帯の新幹線だ。これは200系って言うんだ。あれ、さっきの新幹線とヘッドライトの形が少し違って先がとんがってる。よく気がついたね。先頭の形が少し違うけど両方とも200系という車両なんだ。わあ、かっこいい。ジェット機みたい。400系の山形新幹線で翼っていうんだ。緑色の新幹線とつながって走ってたの？山形新幹線と東北新幹線は東京駅と福島駅の間、同じレールの上を走るからこうしてつながって走る列車もあるんだ。へえ、どうやってつながるの？それじゃ福島駅の連結シーンを見てみよう。ここは福島駅。ここで2つの新幹線がつながるんだ。まず最初に入ってくるのが東北新幹線やまびこ。翼も来たよ。ねえねえドラえもん、これからどうなるの？焦らない焦らない。のび太くん、よく見ててごらん。うん。翼の口が開いちゃったよ。あ、今度はやまびこも。あらら、中から角みたいなものが出てきた。なんだろうこれ。大丈夫大丈夫。さ、よく見ててね。あ、角みたいのがつながっちゃった。すごい。こうやって翼と山彦がつながるんだね。東京へ向かって一発進行。マックス？のび太くんよく知ってるね。マックスは E1 系って言って全部2階建ての新幹線なんだ。全部2階建てっていうことは一度に大勢乗れるんだね。そう、マックスは他の新幹線と比べて約 1.4 倍の人を乗せることができるんだ。ドラえもん、約 1.4 倍って？うん、マックスは12両編成で一度に1235人が乗れるんだよ。へえ。じゃあマックスはジャンボ新幹線ってことになるんだね。Thank you.
のび太くん、いろんな種類の新幹線があるって分かった？うん、でもどの新幹線が一番速いのかな？うわぁ、みんな速くてよく分かんないや。それじゃあ速さ比べをしてみよう。これは普段お客さんを乗せて走ってる時のスピードだよ。朝日275キロ、のぞみ270キロ、マックス240キロ、翼240キロ、東海道区間の光220キロ、こだま220キロ、青葉210キロ。へえ、一番早く走ってるのは朝日だったんだ。ドラえもん、今度は僕新幹線の中が見たくなっちゃった。新幹線の中も紹介して。オッケー。のぞみの運転室だよ。運転手さんってかっこいい。僕も運転してみたいな。のび太くんが運転するの？あ、お客さん皆さん早く降りましょう。ちょっと冗談だよ、ね、それよりドラえもん、新幹線の中を探検してみようよ。うん、そうしよう。あ、お客さんがいない。うわ、本当にみんな降りちゃったのかな。大丈夫、これからお客さんを迎えに行くとこなんだ。ドラえもん、ここはどこ？ここはサービスコーナーって言って、お弁当やジュースを売っているところだよ。クリーン車、四つ葉のクローバーが目印なんだ。さっきの普通車は5人掛けだったけど、クリーン車は4人掛けでゆったり座れるんだよ。へえ、新幹線の中ってこうなってたのか。のび太くん、本当に運転手さんになりたいんだったら、もっとしっかり勉強しなくちゃダメだよ。うん、分かったよドラえもん。わあ、これも新幹線なの？その通り、スター21って言って未来の新幹線なんだよ。これはウィーン350、 JR 西日本が作った未来の新幹線なんだ。うわ、かっこいい。僕も早く乗ってみたいな。のび太くんが大人になる頃にはもっとすごい新幹線が走っているかもね。もっとすごいってどんな新幹線だろう。うわ、想像もつかないけど、ドラえもん、僕なんだかワクワクしちゃう。後ろと前だよ。さてどっちが先頭でしょう。どっちも同じじゃないか。のび太くん、よく見てごらん。そうだ、自動車は後ろに赤いランプがついてるよね。きっと新幹線も赤いランプの方が後ろだから、1番が前で2番が後ろ。ピンポンピンポン、よくわかったね。それじゃあクイズその2、よく見てね。2つの新幹線、どっちがのぞみでしょう？確かのぞみは前の方がつるっとしてたと思うんだけど。よし、2番がのぞみ。ピンポーン。そして1番が翼だよ。よくできたね。のび太くんやるじゃない。まあね。さあ、クイズをしている間にのぞみは博多に到着したみたいだよ。Thank you.
なんかすごい勢いで回ってるけど、なんだろう。洗浄機といって、これでのぞみを洗ってるんだ。旅の汚れをここで落とすんだよ。あ、そっか。うわぁ、のぞみも気持ちよさそう。綺麗になって、またお客さんを乗せるんだね。のぞみは誰かさんよりずっと綺麗好きかもね。のび太くん、毎日お風呂に入らないとのぞみに笑われるよ。わかったよ、ドラえもん。のび太くん、新幹線をいっぱい見てきたけど、どうだった？うん、みんなかっこいい。僕ますます新幹線が大好きになっちゃった。今日一日お疲れ様でした。あ、特急電車だ。僕特急電車も大好き。ねえドラえもん、今度は特急電車をいっぱい見せて。オッケー。それでは日本中で走っている特急電車を紹介しましょう。これはスーパー北斗。急カーブが曲がりやすい振り子式列車で、北海道の札幌と函館の間を3時間で走ってるんだ。わあ、広々とした景色がとっても綺麗だね。これは九州を走っているハウステンボス。いろんな色で面白いね。ハウステンボスは九州の博多と長崎県のハウステンボスの間を走ってるんだよ。これは由布院の森。博多と別府の間を走ってるんだ。車両もついていて、東京の新宿と静岡県の沼津の間を走ってるんだ。この電車から見る富士山も最高だね。うん。これはエーデル北近畿。余部鉄橋を渡ってるところだ。わあ、すごいやすごいやすごいや。この景色も最高。普段は伊豆の熱海から下田の間を走ってるんだ。季節によってはリゾート踊り子といって、東京駅から伊豆の下田まで走るんだよ。これが自慢のロイヤルボックス。トンネルの中に入ると、ほら見ててごらん。照明がすっごく綺麗でしょ。アクアプロムナードって言うんだって。ほんと綺麗だね。これが運転室だよ。あー、かっこいい。やっぱり僕、運転手さんに憧れちゃう。アルファリゾート21、ただいま快適に走行中。
この電車から見る海の景色も最高だよ。東京と伊豆の下田の間を走ってるんだ。これはハルカ。ハルカには空港へ行くお客さんを乗せる車両の他に別の部屋があるんだ。これがその荷物室。ここにある荷物は飛行機の中まで運んでくれるんだよ。ドラえもん、ハルカはどこの空港に行くの？ハルカはね、京都から関西国際空港へ行くんだよ。わあ、びっくりした。何これ？これは南海ラピート。これも特急電車なの？そう、ラピートも関西国際空港へ行く特急電車なんだよ。ロボットみたいな顔をした特急電車もあるんだね。これが運転室。ロボットみたいな顔の中だよ。この運転手さんがラピートを運転してるんだ。うん、かっこいい。やっぱり僕運転手さんに憧れちゃう。このロボットみたいな顔すごく気に入っちゃった。そう。それじゃ次の電車はどうかな。特急ツバメって言うんだ。福岡県の門司港駅から西鹿児島の間を走ってるんだ。ツバメもロボットみたいだね。僕こういう電車が好きなんだ。これが点滅してる。これはスーパーひたち。上野と仙台の間を走ってるんだ。白い電車の色がとっても綺麗だね。これが潮風。岡山から瀬戸大橋を渡って四国の松山まで走ってるんだ。この電車も振り子式なんだよ。北海道のスーパーホクトと同じだね。よく覚えてたね。これはブルートレイントワイライトエクスプレスだよ。大阪から北海道の札幌まで走ってるんだ。とっても豪華な特急列車なんだ。のび太くん、列車の中も見てみようか。うん。わあ、大きなベッドがある。すごいな。列車の中にベッドがあるなんて僕初めて見たよ。あ、シャワーもついてる。まるでホテルみたい。ね、ドラえもん、
こんな部屋に泊まって旅ができたらもう最高だね。うん、すごいでしょ。ぐるっと景色を見渡すことができるし、この部屋はトワイライトエクスプレスの中でも一番人気がある部屋なんだ。トワイライトエクスプレスには楽しい旅ができるように他にも素敵な部屋があるんだよ。これが食堂車。わあ、おいしそう。こんなごちそうが列車の中で食べられるんだ。まるでホテルのレストランみたいだね。これがサロンカー。ここは外の景色がよく見えるように椅子が大きな窓に向かって作ってあるんだ。ほらのび太くん、海に沈む夕日をみんなが見てるよ。どう素敵でしょう。綺麗な景色が見られて、美味しいごちそうが食べられて、あーもう幸せ。寝ている間も列車はずっと走り続けるんだ。そして夜が明ける頃、トワイライトエクスプレスはやっと北海道に到着。大阪を出発して札幌までの21時間の長い旅ももうすぐ終わるんだ。いろんな種類があるんだね。またね。ありがとう、かんちゃん。じゃあ僕はここらで一休み。またね。あらあら、皆さんどうでしたか？気に入った新幹線は見つかりましたか？決めた。僕はのぞみ。さあ一緒にのぞみに乗ろうよ。今から？だってそのためにいろいろ見たんでしょ。そりゃそうなんだけど。ならいいじゃない、本物の新幹線に乗ってスネ夫に自慢してやるんだよ。さ、行こ、行こ。じゃあみんな、またね。出発進行。バイバイ。